先ほども少々お願いいたします。最後までいいの先生。先生は今ちょっと下がられてしまいまして、この後のご予定については私の方では分かりかねますので、もし今確認してください。で、聞きたいこと、先生に聞きたいことがね、はい、あってきてるんだから。そうですか。皆さん不安なんですよ。それはないです。はい、ですからこのような場で、お話をさせていただいておるんですけれども、先ほどのように例えば市の対応に対するご意見などをこの場で言っていただきますと、聞きたい方が聞けなくなりますので、そのようなご質問は今後おやめいただければと思います。先生にへの、ですね、今後のご予定につきましては今後でちょっと確認いたしまして、この後の準備の後にご発表させていただきますけれども、改めてお願いいたします。市へのご意見ご要望などございましたら、それはパブリックコメント、または、こちら先ほども申しましたけれども、こちらの用紙に書いて、こちら、会場出口のところにございますので入れて、いただきますようにお願いいたします。ここで何で公開で言っていけないんですか。本日は、本日はですね、講演会説明会でございます。討論会ではございません。討論ではなくて説明会ということになっております。今日はじゃあどうやって市民が納得するんですか。じゃあそういう意見交わす場はどこで設けてくれるんですか。みんな不安だからこうやって来てるんですよ。これから設けてくれるんですか。その点に関しては私は市の人間ではないのでいかんとも言い難いのですが、一言言わせていただくならば、それでしたらあのマスクをおかけの方、お顔見せていただけますか。それからなんで関係あるんですか。自分のですね、顔はっきり出せないような方がそこまでおっしゃるっていうのはどうかと思いました。それはいいでしょうか。はい、一言言わせていただきますと、本日は講演会です。講演会というのは知らない情報を皆さんが共有するために先生にお話を聞く場です。そこの場で討論会ではないということはお分かりいただけると思います。説明会。そうですね、説明会です。説明をしてそれに対する討論という形では今日はなくて、一番最初に説明がありましたのは、肺に関するですね、産業廃棄物の焼却灰に関する報告というのがございました。その説明です。で、講演会という形でただいま運営して、進んでおります。いや、それにしたらちょっと質問はもう少し、講演の内容についての質問はもうちょっとしたいんですけど、誰も納得しません。なんで打ち切ってしまうんですかね。言いっぱなしってことですね。言いっぱなしで、ちょっと質問は…そんなことは誰も言ってないじゃないですか。言ってると一緒だ。私が言っているのは、市へのコメントをこの場で言われている時間というのは、はっきり言ってそれはないと思います。先生へのご質問ではない場合が多いじゃないですか。いや、そんなことないですよ。ありますよ。市のやり方がおかしいということをおっしゃっていらっしゃるわけですよね。あ、いやいや、あの質問、講演の内容としてちょっと、そうですね、その時間を使って先生の質問をやればいいと思うんで、よろしいでしょうか。進行の私の独断と偏見で先生にもう一度お願いしてみたいと思いますが、しかし一言言わせていただければ、ちょっと落ち着いて。いや、一言はいらないと思います。その前にですね、一言言わせていただきますならば、あのヤジはやめていただきたいと思います。ヤジとしか言いようがない、そういう態度は皆様大人としてこうやって意見を言う場合にはですね、せめて手を挙げてからの発言してください。よろしいでしょうか。お願いいたします。ではちょっとお待ちくださいませ。後ろの方で確認を取ってまいりますので、お待たせいたしました。野口先生は今ちょっとお休みになられておりまして、この後お時間がございましたら、こちらの会場の使用の時間の限界というのもございますので、その時間がございましたらもう一度質問を答えていただけることもあるかと思います。この会場が使えるのが4時半までとなっているそうですけれども、
すいません、失礼いたしました。片付けなどの時間も含めて、全部含めての4時半ということになっているそうなので、その前に、予定では3時半過ぎぐらいにはこちらの会場おしまいということになります。まずそれをご了承いただきたいと存じます。ということで急ぎ進行させていただきます。